はい、こんにちは、ゆうがです。今回はですね、野生のね、あのでっかいシマヘビちゃんがですね、結構ベタ慣れな感じだったので、まあ、このままね、大自然の中ベタ慣れにしてしまおうということでね、動画を撮ってみます。はい、あ、いいですねカメラサービスもしてくれましたね。ということでやっていきたいと思います。ちょっと逆光ですね、カメラ逆の方がいいかもしれないですね。これいい感じですね。このアングルいいですね。そう、このアングルだとこうやって落ち着かせてるよっていうのが分かりやすいですね。あれもう落ち着いちゃったかもしれないですね。はい、落ち着きました。ちょっとなでなでしてみましょう。めちゃめちゃおとなしくないですか、この子。そしてでかい。いや、こんなでかくてね、こんな綺麗な顔立ちで、こんなおとなしかったらお持ち帰りしたくなっちゃいますよね。ちょっとなでなでしてみましょう。はい全然いけますね。全然いけましたね。いや、おとなしいっすね、この子。めちゃめちゃおとなしくないですか。いや、やっぱシマヘビはなりやすいですね、青大将と違って本当にね、なぜ青大将の方がおとなしいと言われてるのかわからない。シマヘビの方がね、人慣れ圧倒的にしやすいんですけどね。まあでも住んでる場所とかにもよるんで、一概にそうとは言えないんですけど、でもあんま見たことないですね、あの落ち着かないシマヘビは。僕は、うん、青大将はなぜか荒い色ばっかりですね。うん、ほら、めちゃめちゃおとなしいですよね、このシマヘビ。色もすごい綺麗。めちゃくちゃ綺麗じゃないですか、この色。はい、次は顎なでなでまあこれは余裕ですよね。頭なでなでが余裕だったら、もう顎なでなでなんてもうね、余裕すぎますよね。はい、ちょっとさらにね、あのレベル上がっていきましょうか、じゃあはい、じゃあ今度はね、顔を握りしめていきたいと思います。これはねなかなか難易度高いですけど、いけましたね。はい、あ、全然バタつかないですね。めちゃめちゃおとなしいいや、これは結構すごいですね。この子がすごいですね。野生のシマヘビだったら結構バタつきますけどね、最初全く問題ありませんでしたねめちゃめちゃいい子ですね、この子。はい、じゃあさらにね、レベルを上げて、まあ、なでなでなんだかよくわかんない、顎をね、グリグリするやつがあるんですけど、やっていきたいと思います。あー、さすがにダメですかね。あ、いけましたね。いけました、いけました。あー、めちゃめちゃおとなしいですね。これで逃げないってすごいですね。お、カメラサービス。めっちゃ可愛いですね。正面こんな感じでございます。はい、ということでね、野生の大人になった特大シマヘビでもね、落ち着かせてね、あげればベタ慣れになってくれると、いうことで、やっぱりね、シマヘビがね、一番慣れやすいヘビだなと、思いました。はい、ということでね、また動画上げていきますので、よかったらチャンネル登録、高評価して、また見に来ていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。あ、ちょっと逃げましたね。いや、このアングルいいですね、ちょっと。またこのアングルでね、動画撮っていきたいなと思います。自然での撮影も気持ちいいですしね。